チャオ、マイヤチャンネルへようこそ。今回のテーマは、弓はバランスで持つです。5本の指のバランスで弓を持てるようになると何がいいのか。弓が引いてくれる感触がわかるようになります。つまり弓のポテンシャルを引き出すことができるようになる。その結果、音楽表現の幅が広がることにつながります。繊細かつ大胆な音であるとか音色が出せるようになっていきます。そしてギュッとスイッチオンで弓を握りっぱなしで弾いている時に比べたら、力を抜いている時やガツンと音を出したい時にエネルギーを使うという使い分けができるようになるので疲れません。とにかくできるようになることが広がっていきます。まずは5本の指の役割を知るところから始めます。今回は弓の裏側も見られるようにこんなものを準備しました。それぞれの5本の指、右手の5本の指には弓を持つために役割分担があります。で、まず最初ホームポジションを決めます。中指と親指です。中指と親指がこうやって挟み込んでしまうと、親指の先が違う方向を向いてしまっているので、どんどん力がいります。親指は中指の第一関節に向くことで、お互いのバランスを保ち、ホームポジションを決めることができます。そして、人差し指。あんまりくりって巻き込んでしまうと、弓の毛先の状態を感じ取れなくなってしまうので、第二関節までクリッと巻き込まない方がいいです。手の大きさであるとか指の太さであるとか条件がそれぞれ違いますので、必ずしもこの条件というふうには言えないですけれども、少し人差し指と中指の間少し空いてるぐらいの方がいいです。薬指、これこういうふうに上がってきちゃう方いるんですけれども、できたらというか弓に、毛箱のところにちょこんと触ってる感じ、こうやって上がってこない方がいいです。この指にもちゃんと役割があるので、上がってこないように弓にはぴったりしてる状態。そして小指、こうやって突っ張ってしまうと、小指が突っ張ってしまうと、ここのライン全部ものすごく力が入った状態になってしまうので、これも NG です。で、小指が短くてちゃんと持てないっていう方もいますけれども、自分の小指の先が届くところで構わないので、できるだけこう突っ張らない状態で弓に乗っている状態が良いです。そして裏から見た時に、ここの手のひらには空間がある状態、ここですね。なので親指がペコンこうなっていると、もう空間なくて潰れてしまっているので NG。もちろんさっきの小指と同じように、これでかなり突っ張ってしまって、このラインすごく力が入っていて、で親指に力が入るということは手首をロックしてしまうので、融通が効かなくなってしまいます。なので軽く曲がって、関節通りに曲がって中指に向かっているっていうのがベスト。だからキューってこっちに曲げすぎるのも
結局力が入りすぎになるので、ここに空間が保てる状態でスルスルスルってちょっと力を抜くとスルスルスルって抜けてしまうぐらいの感じ、最初弓を持つ時は。それで今ご覧いただいたような状態でバランスを保って弓を持てると、それぞれの指の役割が果たせることになります。中指と人差し指は弓の先の方をうまく使うのに、人差し指がさっきお話ししたようにあんまりグリッてやりすぎていると、この毛先の状態が感じにくいので、グリッてなりすぎないように持っている方がいいです。そして中指、もちろん人差し指もすごく重要な役割をしているんですけれども、中指程度のところでは右手中指とか薬指がちゃんと弓をキープできていることでバランスをとって音を出しやすくしています。そして弓の元、元弓というのは完全に小指、薬指、小指、特に小指が突っ張っているとこう元が上手に使えないですし、音が、それでなくても元弓っていうのは毛箱があってバランスをとった時に重いですね、これだけで。なので硬い音になってしまいますけども、さらに小指に力が入るとここで細かいことができない状態になります。なのでやっぱり小指は丸くちょんと置いてあげるだけで役割を果たしているので、とにかく届くところにちょんって置いてあげる。じゃないとこの状態で、今楽器乗せてませんけども、この状態で小指が外れると弓がちゃんと持てないということになってしまいます。で、さっきの人差し指もあんまり力が入ってギュッギュッてこう伸びちゃう人とか、グリーって巻きすぎちゃう人とか、ここの関節ですね。ここの関節が、関節出っ張ってる、骨が出っ張ってるなっていうのが分かる程度、だからこれがペコンってへこんじゃうと、力が入りすぎていてうまく動いてくれないので、いつでもちょっと力抜くとスル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 ってこういうふうに力が抜けると、これぐらいの力。弓自体はとにかく非常に軽く持ちます。バランスで持つわけなので、お互いのこの力のかかり方でバランスで持っているっていう状態なので、ギューって力を込めて握って持つっていうことではないですね。ギューってやってると常に力が入ってる状態なので、まずそもそもちゃんと動けないし、で弓のポテンシャル活かせないし、で何よりも腕とか肩とかね、疲れてしまうのではないかと思います。例えばマラソンの選手なんかは長い距離を走るのにスタートを切ってからずっと「あー」って力入りっぱなしじゃないですよね。ダーって言ってるわけじゃないですよね。エネルギー温存して抜きながら、ここはちょっと楽に走っておいて、で例えばスパートかけられるようにというのかな、エネルギーを溜め込んでおいて、それでそこでガッてこう力を使えるようにするという感じだと思うんですけども、やはり演奏していても同じで、常にガーって力を込めて弾いているわけではないので、弾きながらエネルギー温存するところと、そしてガッと使うところと、そういう駆け引きができる
ようにもなるかと思います。最終的には弓が引いてくれるっていう感じが分かってくると、自分の、まあ、腕の力がゼロではなくているんですけども、弓を持つのはバランスで持つ、そして自分の腕が動かすんだけれども、最終的にはこの弓のポテンシャルをちゃんと生かして、弓がここでこう触りたいとか、ここで触りたいっていうのが分かってくるようになってきます、なってくると思います。ちゃんとそのバランスで持つっていうことを理解をして、そこにまずは意識を置いてトレーニングしていただくと、楽に効果的な弾き方ができるようになってくると思います。楽器は左手で構えて、弓は右手で、まあこれ当たり前なんですけれども、例えばですね、まあこれで弾くわけではないので、例えば反対の手でちょっと、例えば持ってみる。でこれ反対の手で弾くわけではないんですけども、こっちで持った感触、そしてこっちで持ってみた感触、多分初めてやると全然違うと思うんですけれども、それによって右手でどういうふうに力がこう入っているかっていうのを感じてみてください。で特に右利きの方、まあ世の中大半右利きの方なんですけれども、右利きの方でも潜在的に左手がちょっと使えるよっていう方もいるかもしれませんし、まあその方によると思いますけれども、ちなみにですね、私は左利きで、これまで小さいお子さんたちのお稽古レッスンの時に、実は向かい合ってレッスンする時に、実際子供さんってね、こうやって本当にちゃんと右手で持ってこうやって見せるより、鏡に映したようにこうやって見せてあげるとすごく理解が進むんですね。ちっちゃい子供さんの場合はそういうことが多かったです。なのでこうやって構えることもありました。それぞれの指の役割を理解してバランスで持つということをぜひ意識をしてトライしてみてください。このチャンネルでは、動作を分けて考えることでバイオリンのテクニックを習得しやすくしたり、ポジティブエネルギーの通し方を知ることでバイオリンが弾きやすくなる方法をお伝えしています。バイオリンを習い始めたばかりの方、また基本を見直したいと思っている方は、見逃さないようにぜひチャンネル登録してくださいね。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次のマヤチャンネルでお会いしましょう。